はい、みなさん、こんにちは。レック専任講師の荒川修一です。 えこれより、えー、本試験前の応援メッセージということでいよいよね1週間前になりましたけれども、えー、ここでね皆さんにまあ、何か一言ということであのー、この場に出てきましたのでまあ、お時間を許す限り聞いていただければと思いますそうですね1週間前自分が何をやっていたかなということで思い出すともうとにかく新しいことはできないどうしてもこう不安になるのでできなかったことあれもこれもって思うんですけれどももう1週間前です、えー、少しねこう腹を据えて 今までできていたことを、本試験の場でもなるべく百パーセントに近い形で出せればいいんだ。つまり、ご自分の今まで培ってきた一年間培ってきた実力を1。一パーセントでも多く、本試験の場で出すこと。これに注力して、一週間の過ごし方を考えていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、ですから、当然不安になるとは思うんですが、その一週間の間には今までやってきたこと。 覚えてきたことが確実に本試験で出せるかどうかのチェックであるとかまあ、本試験当日ね緊張したらどうしよう眠れなかったらどうしよういろんなねこう不安な気持ちも出てくると思うんですがまあ、そんなの当然緊張して当然下手したら眠れなくても当然当たり前ですよね1年間かけて1年に1回の試験に準備してきたわけですからまあ、緊張するのも当然だその中でご自分の実力をどう出せるかつまり今まで普段通りやってきたことを出すためにね、えー、復習を中 自身に頑張っていただければと思いますまあ、もう頑張るのは当然ということなんでしょうけれどもまあ、本試験の場ではね、自分の実力をしっかり出し切ってくるんだここにね注力して、えー、本試験の場を臨んでいただければと思います、えー、最後まで、ね、諦めずに、えー、頑張ってきてください応援しています